にちは。どうも。質問ですか。行きますか。質問面白いね。面白いですね。よく聞いてみる。あ、行きますか。ミックスナッツさん、ありがとうございます。はい、どうも。牧原投手からの3者連続ホームランの時はどんな心境だったか知りたいです。あ、これはもうすごくよく聞かれることなんですけど、これは牧原君と後日テレビでちょっと一緒になって、あの3連発を振り返った番組があって、あの古田君がリードしてね、その時にあの年のランディ・バースの開幕からの状態っていうのは絶不調、絶がつくぐらい打てない不調でしたっけ、うん、それで巨人の先乗りスコアラーがバースは今どこを投げても打てないっていう形の情報入ってたんだって、うん、で牧原君が遊びでシュートを投げてたらしいよ。で我々のミーティングでは牧原にシュートがあるってミーティングはないよ、ない、ゲームで投げてないから。加計さん、僕の動画見てないですよ。見てない。牧原にも聞いてるんですよ。あ、聞いてるの。あの時ね、遊びでシュートを投げてみた、投げてみたなんて、それ僕らないから、はい、でバースの打席の時にね、前の打席ですよ、ワンアウト一塁二塁かなんかでダブルプレー取りたかったんだって、はい、でちょっと遊びで投げてるシュートをバースは調子悪いんだから投げてみようって投げたら、バースがもうセカンドゴロを測ったように言ってダブルプレー取ったんだって。最初の打席、はい、であのスリーランの時も同じシュートを投げたんだけど、はい、バースの右足が一歩踏み込んでたんで、ね、それで、はい、だからバースはその前の打席の残像だとか、はい、組み立てだとか、やっぱすごく頭のいいバッターだった。賢かった、賢かったよ。そうだったんですね、うん、でバースで失敗したと思って、はい、おっしゃる牧原言ってたけど、はい、なんかすごい高めだったんですよね、この辺、それをガーンってかぶせられて、かぶせられて、だから僕はセンターフライだと思ったの、打った感じは。なんて、ほんとほんとほんと、ちょっと上がりすぎたからね。いやいや、完璧にいったか。いや、多分その時僕の心境は、もう逆転スリーランですから、球場全体がバースで、もうこれは勝ったと。またバースのこうバーンって叩く手の痛みをこういう話すると思い出すぐらい興奮してたんだけど、バースが。で僕が打席に入った時に自分の中でちょっと冷静に勝負しようと思ったの、うん、だからあまり初球から打ちに来ることはせずに、もう一回牧原君と阪神の4番として1対1の勝負を挑もうと思って、僕はちょっと仕掛けを遅らせたわけ、はい、あれ4球目かなんか打ってんだよね、多分ね。で今豊が言ったように、はい、アウトハイっていうか真ん中やったかボール球、いやだからあれを打たれたので真っ白になったらしい。だからバースに打たれたのはしょうがないんだよな、うん、ちょうど自分が試してる、試したから、その後に僕の時にもう絶対自分のもうストレートで勝負するんだって、そのストレートを僕はセンターに運んだので頭真っ白になって、岡田にはスライダーだよ、それでもうそれはもう覚えてないって、そう覚えてないんだって、岡田に投げたスライダーは。そんなことってやっぱあるんですか。放心状態、うん、まあ豊かの牽制アウトと一緒じゃない。放心状態どころじゃない。今日はあ引っ張るよこれ。正しいね、正しい。じゃあ、 あのバース選手のホームランがあった頃、あったからこその、あの加計さんの、そうだから、ある意味あの岡田の3発目のホームランって完全に読み切って打ったホームランって素晴らしいんだけど、だから牧原君にすると俺までが勝負なんだよな。もうね、放心状態で何も覚えてないっていう。それであの年ね、はい、あれだけその阪神に火をつけた牧原君が足かなんか怪我して、はい、病院のベッドで阪神の優勝を見てたらしいよ。あれ、あの後怪我したんだよな彼。俺それ全然記憶ないの、うん、なんかあるんですかね、そういうの、うん、ただあの3発で印象残ってるのはクロマティの背中姿、49という背番号、もうバックスクリーン向いてクロマティ立ってるから、あ、動かない動かない、もう腕組みしてこうだろ。頭は全部こうやっていったから、もうある意味放心状態だった、だからもうあの3発っていうのはいまあ、未だに阪神ファンの方たちはね、すごく喜んでくれますけども、はい、本当はあの3連発が忘れられるような阪神の優勝はそろそろないといけないのかなと思うよね。そうだよね、本当もうあの当時はよく打たれたもん。打ったのだって先発ピッチャーに5回までに5点やるって言ってた。そう
俺らが取り戻すって。そう。だから先発にね、まあ、4、5点で5回抑えとけよって。そしたら絶対逆転するから。で、ね、先発が6点、7点ぐらい取られるでしょ。はい、で、阪神も3点、4点ぐらい取ってますよね。はい、3点差ぐらいで、福間さんっていう中継ぎピッチャーが出てくるわけ。で、2イニングか3イニング投げられるピッチャーなんだけど、で、福間さんに、福さん、2回ぐらいゼロで抑えなよって、絶対逆転するからって言うと、逆転するんだよね。いや、すごい打線だった。でも廣岡さんが日本シリーズで戦って西武を破るわけよね、うん、阪神が優勝するわけだけど、うん、言ったのが打つのは打つけどこれだけ守備が良かったとは思わなかったって。廣岡さんの大きな誤算は、はい、打つチームだろうけども守れないチームだと思ってたんだって。あ、そうだった、ね、うん、ただ俺ないよ。だから西武行ったでしょ、西武球場に、うん、その時にまだ秋山君がサードを持ってたんだよ、うん、で彼もパ・リーグで40発持ってたの、うん、だから僕同じサードとして秋山っていう選手がどういう選手か見たことないから、はい、すごい気になって秋山選手の練習をずっと見てたわけ、守りを。だちょっと雑なんだよね、取り方だとかが、で打ち方も。あの秋山君の守る姿、打つ姿を見た時に勝負できるんじゃないかって思ったのは事実。うん、いい勝負できるな。その時はもう西武強かったですからね。強かった。それと角大元というピッチャーがいなかったんだよ。あ、まだ。いや、いたんだけど投げなかった。投げれなかった。投げれなかった。もしもあれ角大元が投げれたら阪神は負けてたと思う。バースはどっちかというと速いボールに弱いんで。角大元は江川からそんなホームラン打ってないんですよ。はい、だ各体現のあのストレートはバースは苦しいんだと思うんだよ。じゃ出てくる。前回ね、辻監督にベストナインを選んでもらったら、はい、ピッチャーが各体現だった、うん、やっぱりな。いや、いいピッチャーだったですよね。コントロールいいしな。しなりがあるしね。しなってね。しなってないですよ。いやいや、今肩が硬いから、ね、品があったよな。品がある、品がある。やっぱピッチャーに品があるとかあるんですね。これであの物静かです、はい、うん、騎士みたいな感じですよね。あ、そう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 、似てましたね。しなやかな感じなんですね。いいピッチャーだったな。台湾の野球見に行ってよう酒飲んだ、角大元と。いい男だよね。いい思いしたいでしょ。いい思いは、いい思いは。え、どういう意味ですか。いやいや、お酒と食事。あ、お酒と食事って、いや、それだけ。え、すごい、その、なんかあの時ビップで行ったでしょ。ビップ。え、だって日本人がいるようなとこじゃないんですよ。すごいとこ連れて行ってくれましたよ。どこ台湾リーグの、はい、リーグの会長ですよ、はい、その方が僕ら接待をしてくれて、はい、郭台元と張志強という台湾代表4番バッターと、うん、ウっていうねセカンドの選手がいたの、はい、ヤマハで野球やってたんだけど、その3人と僕と阪神の中村っていう選手がコーチになって、台湾でもコーチだったことがあるの、はい、その2人とそのリーグの会長と、なんかね、クラブ行ったでしょ。行った。まあその前の食事からすごかったんだけど、ここでなんかわけのわからない、どこ行くんだろうと思ったら、もう総大理石のクラブですよ。はっ、もうね、すごい綺麗な方が、もう向こうの女優とかがいる。わーっとスタイルもいいですし、はい、もうお酒飲んで帰りましたけどね。今この含み笑いわーって言っちゃダメだからね。あ、じゃあ女性綺麗な、あ、まあ綺麗な方と一緒にお酒を飲んで進みますもんね、お酒。それで僕当時はまだ自分でちょっと突っ張ってた部分があって、はい、あまりご馳走されるのが嫌いだったんでね、あのその中村というコーチに、ここはさ、こっちが持たなきゃいけないんじゃないのかって、ちょっと払っとかなきゃダメだよで、カード渡して、ちょっと払っとけよ、てってぺ、50万だ。俺、5万だと思ったの。ごめん。え、いや、まあ、でもその当時は、まあまあ、そうなんだ、まあね。そしたらね、まあ、向こうの方にすると、接待を、出てきたかな。する側の人が、されてしまったわけでしょ。それってのはすごく、だって台湾とすると失礼なことをさせたっていうなるんだってね。そしたらホテルに戻ったらスイートルームに変わってた、部屋が、うん、
いきなりですか。びっくりした。一人目ですか。一人で帰ってきましたか。そう、一人ずーっと一人今みたいにピンポンってならない。ならない中村浩二と二人で帰って、ここでその張司教ってのが来て、はい、あのスーツをプレゼントしたいって言ってるから、明日あのスーツ採寸に来るから台湾帰るまで2着作るって会長が言ってるって言われて、はい、次の日の朝球場行く前に採寸して、はい、飛行場に2着スーツ。早いですよね。まあ2日か3日で作っちゃったんだよな、はい、うん。まあ、これはちょっと話脱線したね。いやそれは格大変かだよ。格大変はい、ね、いや、すごい、やっぱピッチャーとしてもね、素晴らしかった。素晴らしかった、はい。あともう一つ聞きたいんですけど、今皆さんありがとうございます。ミスターとのエピソードの黒電話越しのアドバイス。これはよく聞かれるんだけど、本当です、はい。あれ本当なんですか。あの長嶋さんがあのいわゆる日本を決めてない解説者というような立場ですよね。それ僕は調子悪かったんですよ。はい、である日記者に掛け湯の家の電話も知らないかと。で誰から長嶋さんってわけ、あの声だから。はい、バットあるかってこれ、はい。バット持ってみろって言うからね、はい、あこれがまあじゃあ電話だとしまして、こうだよね、はいはい、でバットをじゃあこうだよ、こうだよ、はい、それで振ってみろって言われて、はい、はい、それだよね、高島さん電話越し、それでいいんだよそれでって、はい、いや俺もこれ使ってもらって、自分が真面目にやってる自分がでもね、でも熱意は届いてるわけ、伝わるの。でも頭の中でこうやってスイングしてるんだけど、頭の中ではねすごくいいイメージでスイングしてるわけ。あだからあの長嶋さんの一言で、はい、なんかモヤモヤしてた気持ちがスーッとするぐらいの言葉の強さというか、はい、長嶋さんの存在の大きさを感じる方でしたね。まあ、大ファンでしたし、僕じゃあ実際にその指導を受けてからやっぱっ変わった。まあそうですよ、翌日すぐ楽になりました。辞める時も電話ありました。僕が引退というようなことをこう新聞で騒がれるようになった時に電話かかってきまして、はい、絶対君は辞めちゃダメだと、うん、その時はスイングしろって言われる。じゃなくもう1年間ファームにいなさいと、体をもう一回鍛え直せ、膝が悪いんだろうと、だったら1年間かけて、はい、そのファームでもう一回自分の野球を一から作り直したらいいじゃないと、うん、で来年もう一回勝負しなさいと。関根さんからもあのヤクルトの監督だったから、うん、ヤクルトに来てくれと、100試合に行って、うん、1年間野球やったら阪神に返してあげると。いやだって若すぎるもん、33だったからね。33っていうのはこれからだな、うん、言うたからいくつまでやったの。36です。お前もじゃあもうまあまあまだできました、まだできたよな、できました。いやただね、言うたからね、これ今のプロ野球の世界の、はい、あの FA だとか複数年の契約というものがあれば、昔の選手ってもっと やった人いっぱいいるだろう。いやそりゃそうですよ、江川だってやってるよ。だって当時外の方がお金持ちが多かったから、バブルだったから。あそうなんですね。いや本当にだからね、これ江川とよく話すんだけどね、江川が20勝して最多勝を取った翌年15勝ですよ。ダウンですよ、15勝で前年度が20勝だから、うん、で僕は前年度ホームランと打点 2つのタイトル取ってるわけ、はい、でその年は2割9分6厘、うん、ホームラン33発、はい、打点93発、これまだ覚えてるわ。これで契約更新だ、ダウン、ダウン、そんな時代だもん。いや僕も3割打ってダウンって言われました。あったよね、今じゃ考えられない。でもそれでもさ、まあ、サイン、いやもうしませんでした。あしなかった。いろいろ話してできないよね、うん、いや現状維持で、あ現状維持まで持っていった。だからもう時間だよ。はい、これは、はい、どうも。